すいませんでした。すいませんでした。いやまあまあ。その説は。はい、どうもアピアです。お願いします。ぜひね、顔と構えだけでも覚えて帰ってください。はい、というわけで。ゲットワイルド。ゲットワイルド。どうした？7月30日が、土曜の丑の日ということで、はい、うまいもん焼き一生に行ってきてみました。うまいもん焼き一生出てるということでですね、ほう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 、一門さんのね、はいはいはい、見た見た、ツイッターかなんかで見かけたわ。お寿司の一門さんが、うん、うなぎ専門店を7月14日オープンいたしまして、うん、そこに行ってきました。絶対うまいよね。ちょっとブログにもね、ちひログっていう有名なブログにもあげたんですけど、有名な、せっかくね、まあ牛の日だし、まあ2号とも一緒に行ったし、うん、ちょっと YouTube でも紹介しようかなと思いました。まあまあ気になる、はい、あの一門のこの間あの自販機で行った、うんうん、と冷えもんがある伊勢崎本店の隣に別の建物で、うん、あ、昔そこなんかあったよね。そう、なんかありました、ね、そこの場所にできました。建物がこちらですね。あ、すごい、今日は写真で紹介していきたいと思うんですけど、ね、本格的ななんかね、純和風、ね、高級店な感じで、うん、そうそうそう。でね、これね、ここに書いてあるんですけどね、この地焼き、地焼きって読むのかな、あ、地面に焼くね、地焼き、うん、その蒸さないでね、焼いてるっていう、そう、蒸さないっていうね、なんか関西風な感じって書いてあったんですよ。まあ、ね、なんか ふっくらする感じです、うんうん、多分蒸すから、うん、地焼きだとじゃあそんなにふっくらしてない、蒸すか大佐、そう、蒸すか大佐、でもする感じかな。うん、名古屋とかでひつまぶし食べに行った時はやっぱパリッパリだったんですけど、あ、そうなんだ、うん、あ、そっちのイメージないわ、ふわふわのイメージしかないうなぎって、うん、って言ってたんですけども、ということでね、なるほどね、食べたものを紹介していきたいんですけど、でまあ、メニューがうな重、せいろ蒸し、うん、ひつまぶし、うな丼、うん、かば焼き定食、白焼き定食っていうのがまあ主なお食事メニューですね。結構あるね、うん、この専門店だけあっていろんな食べ方ができる。でなんかせいろ蒸しっていうのが、うん、うなぎ、かば焼き、タレ、ご飯をすべて一緒に蒸し上げる、これごとこうせいろ、あ、これごとせいろに入れるんだ、炊き込みご飯じゃないけどみたいな、へやつだったりとか、あとはまあひつまぶしね、ひつまぶしね、好きよ、いいよね、ひつまぶしって、うん、ひつまぶしって響きいいよね、うん、でその他一品物も、まあ、うなぎ屋さんなんでうざくとか、あ、はいはいはい、うまきとか肝焼き、なかなか普通じゃ食えないところね、専門店行かないと食べられないやつね、はい、じゃ頼んだもの行きましょうか、うん、まずですね、こちら骨せんべい、言うよねー、骨せんべいうまいって聞く、ポリポリとね、カリッカリだったよ、カリッカリカリッカリだったよね。こちらがこちら塩焼き、何それ、塩焼き、そう、かば、そう、かば焼きじゃなくてタレじゃなくて、そう、え、それはあんま聞いたことないね、塩焼きなんてあるんだ、白焼きとかでもなくて、そうそうそう、塩で、そう、これがめちゃくちゃうまかったな、これめちゃめちゃうまかったよね、へー、驚いた。お姉さん、お姉さんがね、一押しって言ってた、店員のお姉さん一押し、肝焼き、出た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 、肝串焼き、肝、これ食べたことない、うん、どう、苦味とかあんの、まあ、ちょっとね、苦味っていうかね、癖はあるよね、まあまあもちろん肝なんでね、うんうん、でもやっぱり、美味しいよね、うん、なんか栄養価高そうだよね、あ、出た、うまき、これはね、好きよ、うまき、美味しいよね、美味しい、卵がまずうまいしさ、うんうん、うなぎくんがね、いいアクセントになってね、うん、美味しいのよ、うまきって、美味しかったんだけどさ、卵の主張がすごいのよね卵が美味しすぎるんですよ、そうそうそう、卵がね、びっくりした、そう、卵の量も多いし、うんうん、熱々の、ね、で出汁もめちゃくちゃうまくて、うん、うなぎが負けちゃう卵でどんなんよなかなかないよ、卵が並んでくる、もうかぶってくるぐらいで、そう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 、うん、さあ、そして来ました、うな重、あ、これうな重なんだ、あ、蓋の部分ね、うな重、はいはいはい、やっぱね、テンションが上がるとね、蓋を取らないで、蓋を取らないで写真撮っちゃう、うわ、うまそう、うまそうって、そうか、テンション上がったら東京の生ですから、肝水とお漬物付き、うん、結構うな重とかっていうとタレがビチャーって染みるぐらいかかってるイメージあるんだけどさ、
やっぱさ、この焼きって書いてあったから結構パリパリだけなんかなと思ったら、うん、ものすごいふっくらしてんの、身は。あ、そうなんだ、ね、うん、皮目はパリパリなんだけど、うん、へぇー、じゃあパリパリとふわふわが両方味わえるんだ。全パリかと思ったら、多分ね、身がね、すごい厚いせいなのかな。あー、そうだったのかもしれないね。うん、確か、大橋さんがタレはなんか継ぎ足しで使わないってみたいなことなんか、うん、新聞に書いてあった。そうそう、なんかよく秘伝のタレとかでさ、創業何百年前から足して使ってますみたいなの言うじゃん、うん、じゃないんだ。まあ、そう、創業3日だったんでまあ、それはそうだけどそれはそうだけど、それそうじゃなくても別に今はいいんだよってことなのかな。そう、そうですね。今後10年後に行っても継ぎ足しではないんだと思います。こちら2号が頼みました。ひつまぶし、ひつまぶしでございます。これのうなぎ超乗っかってない？超乗ってる。ひつまぶしってなんかもっとさ、ちっちゃいやつがいっぱいのイメージだけどさ、でかでかと、うん、すごい乗ってたよね。めちゃめちゃ乗ってた。で、薬味がこれ何ですか？ネギとみょうがと、あとわさび、わさびですね、うん、で、下にさ、うな上に大葉、しそ、大葉みたいなの乗ってますね。好きなのよ、あの米がビチャビチャしてるもん大体好きなんだよ。お茶漬けとかさ、初手から行くの。いやでもそれはね、ちょっ と, ちょっと食べ半分ぐらい食べて、そうそう、ね、味変でみたいなね。そうそうそ う, そういいなー、食いてだと思うじゃない、うん、うん、だと思うじゃない、うん、うなぎ、うな重 的に食べて、うん、薬味ちょっと乗せて食べて、うん、で、だしをかけて、うん、で、3段階やるじゃん。やりたいよね。やるじゃん、うん、違うんすよ。何が？うちの2号は違うんですよ。何何何、その前に、うん、うな丼食べた。さすがだわ結構あったよって。それは2回食ってる、それはなるよそれは結構なるよ。先にしっかりあのうなぎとご飯をハーモニーを楽しんだ方がいいね。一人前、前延長、前延長味変っていうか、もう違うもん食ってるからね、うん、がっつり味変できる。そう、あのミラノ風ドリア感覚でうな丼頼んでちょっと足りないから、ミラノ風ドリア頼もうっていう感覚でうな丼別注するから、サクッと頼んどいた。さすがだね。まあうなぎ好きだもんね、2号ね、うん、これうな丼、これうな丼、下に乗っかってんの何、うん、これ卵っすね。あ、へえー、なんか気にした卵みたいな。そう、うん、これで先にうなぎとご飯をがっつり食べたんで、うん、もうひつまぶしを早めの段階からもう出汁に、こう出汁で、そうだよね、知ってるもんね、かけないよね、知ってるもんねがっつり楽しんでさすがだわ、うちの2号すごいでしょ。そういうことかって思ってお姉さんに何度も確認されたけど3つありますけど、2人ですよね。そう、あの単品でしたら、あのこうかば焼きとか塩焼きとかありますよって言われた。これだとあのお食事が3つになっちゃうんでってね、食べられてた、うん、あ、いいですって知ってますって知ってますで、塩焼きとかもありますよって言われて、あ、それもそれ頼むんで大丈夫食べます。まあまあ別にね、迷惑かけてないからいいけどね、いっぱい食べるお客さんでありがたいんだろうけどすいませんって言ったんだよすいませんっつって、いっぱい頼んでもらう分にはっつって。そうだよね、お店としてはありがたいだろうからいいんだ。すいませんでした、すいませんでした、いやいや、まあまあ、その説はしたご迷惑おかけしました。いやうまそう。でね、またね、このね、何、テーブルに置いてある山椒がめちゃくちゃ、ね、香りがすごい。これ緑色なんですけど、山椒だ、山椒なんだよ。粉の山椒ってさ、茶色いじゃない、黒いじゃない。そうね、黒のイメージかな、うん、すごい香るの、めちゃめちゃ香りいいの、うん、これはぜひあの、うん、お店に行って、うん、食べていただきたいですね。山椒マジで違う。ただ今あの 4D であのお届けしてるんで、今ですね、あの画面に鼻を近づけてもらうと香りが山椒の、はい、するように今設定してますんで、あと5秒ぐらい、はい、今のうちに変えてくださいね3D に切り替えちゃいますからね変えた方何人か素直な方がいるかな、うん、絶対いないだろうそうなんだ。いやでもあんだけ食べるとね、あー、うなぎ堪能したなーって気持ちになる。堪能してたよ知ってたよ、めっちゃ心の底から楽しんでたもん、うん、だ店員さんが驚くぐらい堪能してたよあの、ね、一生に一回ぐらいこれぐらい食べた方がいいと思う。で、場所が
あの一門さんのすぐ裏のところ、はいはいうん、なんですけども、うん、スズランの前っつってもね、なかなか札幌ラーメンスズランの前っつってもね、なかなかどっちか、うん、そうね、うん、カーナビに入れられないとね、まあ、あとは一門さんの前の動画のね、見てもらえば住所も出てるから、うん、あここだなってわかるけど、まあまあね、2個見てもらうのも大変かなと思うんで、住所がわかるといいんだけどね。なんで毎回そういう生き倒れパターン、ここに書いてあるんだけどな、ここに書いてあるどれどれどれ、どうしようか。あーよく寝た、うん、なんで寝てんだよ撮影中によ。あちょっと今スッとこうなんかうってきたんです。コナン君寝た、ちょっと来たんですね。寝たまま喋るんじゃなくて起きてから喋るんだ。起きてから何のために寝かしたんだよ眠りの2号眠りの2号の裏ニゴロウってニゴロウ早く住所言えや眠りのニゴロウ早くここもこちらの住所はですね、はい、群馬県伊勢崎市綱取町3280-1とはいはい、はい、というわけで内門焼き一生というかね、はい、ちょうどね、土用の丑の日ですんでぜひ行ってみてください。はい、この動画が良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。